9月2日は、グレゴリオ歴で年始から245日目にあたり、年末までは、あと100日ある。ローマ内戦、アクティウムの海戦。オクタヴィアヌスがアントニウスとクレオパトラ7世を破る、ロンドン大化、市内家屋の85%が、消失9月虐殺。フランス革命戦争下のパリで、反革命容疑者1500人前後が殺害される、マフリー戦争。 オムダーマンの戦い。マフディの大軍を、イギリスのマキシム機関銃とライフル銃が粉砕。ルーズベルト米大統領、コンボー外交の子を初めて用いる。画像は1904年、ガリバー旅行機をもとにした、風刺が清志が598年より続いてきた家境を廃止。幸福文書に調印する、日本政府代表、第二次世界大戦が正式に、 終結ハワイ王国最後の女王、リリュウオカラに誕生。アロハオエの作曲者でもある朝鮮の独立運動家、アン・ジューコン誕生。伊藤博文を暗殺科学者、ビルヘルム・オストバルト。並行、反応論を研究部長、苦行、平野茂森没フランスの軍人、ジャン・ビクトル・マリー・モロー。最後は、ロシア軍元帥として戦没真の第七代皇帝、下京帝。 カズノミ内オヤ没数学者、物理学者、ウィリアム・ローワン、ハミルトン没。四つ元数を発見。ハミルトニアンに案にも名を残す、素朴派の画家、アンリル・ソー・ボツ。右画像は、眠るジプシー女美術家、岡倉天心没作家 JRR トール金ボツ。代表作、指輪物語は、ファンタジーに決定的な影響を及ぼした。 ベトナム社会主義共和国の一独立を宣言した初代国家主席、ホーチーミン。国慶節の日に没ベトナム社会主義共和国の国慶節。ベトナム民主共和国の1945年の独立宣言を記念ぞいドニエストル共和国の一国会議事堂前には霊人像。旧素の影響が色濃く残るぞいドニエストル共和国の独立記念日。 1990年に独立を宣言するもほとんど承認されていない。ありがとうございます。